湯川秀樹、湯川秀樹、湯川秀樹、1907年、明治40年1月23日から1981年、昭和56年9月8日は、日本の理論物理学者、京都府京都市出身、原子核内部において、陽子や中性子を互いに結合させる強い、相互作用の媒介となる中間子の存在を1935年に、理論的に予言した。 1947年、イギリスの物理学者、セシル・パウエルが宇宙船の中から、パチュー監視を発見したことにより、湯川の理論の正しさが証明され、これにより1949年、昭和24年、日本人として初めて、ノーベル賞を受賞した。京都大学、大阪大学名誉教授、京都市名誉市民、1943年、 昭和18年文化勲章。遺界勲等は、ジュニ位、勲位等極実大受章。学位は、理学博士。1907年、明治40年1月23日、東京府東京市麻布区、一米町、現、東京都港区六本木に、地質学者、小川拓司と小雪の三男として生まれる。1908年、明治41年、 一歳の時に、父、卓司、和歌山県出身の京都帝国大学教授就任に、伴い、一家は、京都府京都市に移住する。このため、麻布の家には誕生後一年二ヶ月しか住んでない。一歳から大学までは、京都、大学を出て一時、大阪や西宮にいたこともあるが、人生の大半は、京都で過ごしたことになる。ただし、ノーベル賞受賞の対象となった。 中間子論を発表したのは、湯川が大阪帝国大学に勤めていた時であり、当時は西宮の倉庫園で生活していた。湯川は自伝に、私の記憶は京都に移った後から始まる。やはり京都が私の故郷ということになるのかもしれないと、記している。母方の祖父、駒立花は元木宗藩の藩士であり、また、湯川家自体が、 先祖代々和歌山県出身であるため、和歌山出身と紹介されることもあるが、本人は京都市出身と称している。和歌山県出身の実業家、松下幸之助の郷里に、松下幸之助君生誕の地の石碑があり、大事は、同郷ということで、湯川の筆によって書かれたが、湯川本人は、和歌山で暮らした経験はない。5、6歳の頃、祖父、 小立花より、漢石の素読を習った。小立花は、漢学の素養が豊富で、明治以後は洋学を学び、晩年までずっと、ロンドンタイムズを講読し続けた人物であるという。湯川は自伝に、私はこの頃の漢石の素読を決して無駄だったとは、思わない、意味もわからずに入っていった漢石が大きな収穫を、もたらしている。 その後大人の書物を読み出す時に文字に対する抵抗は全くなかった。漢字に慣れていたからであろう。慣れるということは恐ろしいことだ。ただ、祖父の恋につれて復唱するだけで知らず知らず漢字に親した趣味その後の読書を容易にしてくれたのは事実である。と記している。京都市立京国小学校卒業後、1919年、大正8年。 京都府立京都第一中学校に入学する。中学時代の湯川はあまり目立たない存在であり、あだ名はゴンベイだった。また、物心ついてからほとんど口を聞かず、面倒なことはすべて、イワンの一言で済ませていたため、イワンちゃんとも呼ばれていたが、案外、イワンの馬鹿から取ったのではないかと自分考えた時期も、あった。この無口さが理由で、父の託児から、 何考えているのやらわからんとうとんじられ、他の兄弟に比べて能力を低く見られ、大学進学は諦めさせて、専門学校へでもやろうかと考えれていた時期もあった。京都一中の同期には、学者の子供が多く、後に学者になった者も,も多かったという。同じく、ノーベル物理学賞を受賞した、浅永慎一郎は一中で一年以上、参考、兄弟では同期だった。 1929年、昭和4年、京都帝国大学理学部物理学科卒業。同大学、玉木果十郎研究室の副主となる。1932年、昭和7年、京都帝国大学講師。1933年、昭和8年、東北帝国大学で、日本数学物理学会年会が開催された時に、八木秀治と知り合い。 当時大阪帝国大学の理学部物理学科は、塩見理科学研究所の初代主任教授に就任したヤギに、んで、大阪帝国大学講師を研探することになる。教え子の間では、声が小さく講義はかなり難解であったと伝えられている。この頃、大阪医長病院、1950年に、床は医長病院と会唱の院長、湯川玄洋の次女湯川澄と結婚し、 湯川家の婿養子となり、小川生から湯川生となる。大阪帝国大学に移籍後、全く成果が出ない湯川を、ヤギはさらに勉学に努めるよう注意した上で、本来なら、浅長君に来てもらうことにしていたのに、君の兄さんから依頼されたので、やむなく、君を採用したのだから、浅長君に負けぬよう、しっかり勉強してくれなければ困るとまで叱責した。 内山達夫によれば、ヤギは、口の悪いことで有名だったという。1934年、昭和9年に、中間詩理論構想を、翌1935年、昭和10年に、素粒子の相互作用についてを発表し、中間詩、現在のパイ中間詩の存在を予言する。日中戦争の激化に伴い欧米諸国から、孤立しつつあった、日本の科学者は、海外から、 なかなか評価されなかったが、湯川は1939年のソルベイ会議に招かれた。会議自体は第二次世界大戦勃発で中止されたものの、渡米してアインシュタインらと信仰を持った。こうした業績が評価され、1940年、昭和15年に学士恩師賞を受賞、1943年、昭和18年には最年少で文化勲章を受賞した。 太平洋戦争末期の1945年6月には日本海軍を中心とする原爆開発プロジェクト F 研究の打ち合わせに招整されたが開発が本格化する前に日本は敗戦を迎えた。広島市への原子爆弾投下について解説を求める新聞社の依頼を湯川は断ったが戦後は日本を占領したアメリカ軍から事情を聞かれている。 こうした経緯を記した日記が2017年12月、京都大学の湯川記念監視領室により公開されている。1947年、昭和22年に、セシル・パウエル等が実際に、パイ中監視を発見したことで1949年、昭和24年に、ノーベル物理学賞を受賞した。これは、アジア人としては、作家のタゴールや、 物理学者のチャンドラセ・カール・ラマンに次ぐ三人目の受賞者だったが、日本人として初めてのノーベル賞受賞だった。ニュースは敗戦、占領下で自信を失っていた日本国民に大きな力を与えた。2000年に、湯川のノーベル賞選考関連文書を調査した岡本拓二は、推薦状の大半が外国の推薦者から出されていた点などを挙げ、ノーベル賞の歴史の中でも稀なほど、 研究成果との関係が明瞭であるように思われると述べている。戦後は非局所上理論、素領域理論などを提唱したが、理論的な成果には繋がらなかった。一方、マレー・ゲルマンのクオーク理論については、電化画とかとか、そんな中途半端なものが存在するわけがない。と否定的であった。またその一方で、反核運動にも積極的に携わり、 ラッセルイコールアインシュタイン宣言に、マックス・ボルンダと共に共同宣言者として名前を連ねている。上記のように、戦中には、荒勝文作率いる兄弟グループにおいて、日本の原爆開発に関与したことが確認されている。1956年、昭和31年原子力委員長の勝利松太郎の要請で、原子力委員になる。 しかし、湯川は、勝力の原子炉を外国から購入してでも5年目までには、実用的な原子力発電所を建設するという、持論に対して、湯川は基礎研究を省略して、原発建設に急ぐことは、将来に過去を残すことになると、反発、ついたちで委員を辞めようとしたが、森和久らになだめられ踏みとどまった。しかしその後も対立は深まり、 結局体調不良を理由に翌年には在任1年3ヶ月で辞任した。1956年昭和31年1月に宮中下界はじめに飯ドとして臨み春浅見やぶ影の道を他かだは月と掘りつつ消え残る雪が読んだ。1970年昭和45年京都大学を退官し京都大学名誉教授となる。晩年には 生物学にも関心を抱き、特に生命現象における情報の役割に関心を抱いた。また、江戸時代後期の思想家、三浦梅園への継統を深めた。記号を頼まれると、しばしば、創始の、終水の最後の一句から、事業、楽、魚の楽しみ落ちると称した。1966年には、ノーベル平和賞の候補者に推薦されていたことが、 ノーベル財団の公表した候補者リストにより判明している。京都大学退官後の1975年、昭和50年に前立腺癌を発症し、手術を受ける。手術により癌の進行は抑えたが、その後は自宅で療養を続けながら学術活動を行っていた。米ソ両国の緊張激化を受け、 第4回科学者京都会議の発起人の一人となって1981年、昭和56年6月、15年ぶりに開催を実現する。この時すでに健康状態が悪化しており、会議には車椅子姿で出席して、核廃絶を訴えた。3ヶ月後の同年9月、急性肺炎から心不全を併発し、京都市左京区の自宅で死去する。万74歳。 墓所は、京都市東山区の地方院にある。広島平和公園にある若葉の像の台座には、湯川による短歌、魔が、罪を再びここに来るなかれ、平和を祈る人の溝ここはが刻まれている。四つの力、重力、電磁力、強い力、弱い力、基本相互作用のうちの強い力を、どのように定式化すればよいか、当時問題になり、いろいろな試みがなされたが、 成功しなかった。湯川は電子の200倍の質量を持つ中間子を力の媒介粒子、坊主粒子と仮定して、核力である強い力を導くことに成功した。さらに強い力からフェルミの弱い力を導いた。中間子論は弱い力、強い力、両方を含む理論として、当時は最も基本的な場の理論であるとみなされた。また、 力を粒子が媒介することをも、明瞭に示し、場を生み出す粒子という考えを定着させた。以上の理由で、湯川の強い力を生み出す、中間子論は素粒子論の扉を開いたと、当時評価された。ミンコフスキー空間上での平局面での、確率振幅を定義すると、因果率が破れるという問題を、湯川は提起し、この問題に生涯をかけた。この問題を、 湯川の〇〇という。湯川がこの問題を提起後、ディラックも同じ問題を提起している。浅長の寄与はあったが、この問題は未だに解決されていないと、超対称性を世界で最初に提起した、宮沢広重は主張している。物理学は、湯川の基本問題を回避して、現象論に走ったと。以下は、国内で著名な人物を挙げる。ソリウシ関係の動機。 デッシユカーの因果率の破れの重要性を主張する学者生物物理、宇宙物理孫弟子には現在活躍する数多くの理論物理、物性物理、宇宙物理、天文、数理生物学者が含まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。